こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、副業に活かせるウェブスキルの紹介と、仕事の受け方であったり、継続の仕方、報酬の積み上げ方というのを僕の経験で紹介していきたいと思います。はい。で、おすすめのスキル、早速なんですけども、はこちらです。これ、就職に有利なやつともほとんど被ってるんですけど、Photoshop と HTML、CSS というのを、まず身につけた方がいいと僕は思ってます。で、もしイラストとか描くのが好きな方であれば、その次にイラストレーターというのを身につけて、で、この先はプラスアルファなんですが、WordPress というサイトを作るものと、あと、もし可能であれば、PHP というプログラミング言語を身につけると、めちゃめちゃ有利になるんじゃないかなと思います。で、この副業に有利というものなんですけども、じゃあ逆に副業ってどこで探すのかという、段階の方は、ランサーズとかクラウドワークスとか、あとはシフティとか、最近流行りのネット上で、副業ができる、サイトがいっぱいありまして、クラウドソーシングサイトというんですけども、それに登録してみてください。で、登録すると、自分にもしスキルがなかったらおそらくできることっていうのは、記事作成、ブログの記事作成であったり、アンケートの回答とかですね、あとは文字起こしとか、そういったシンプルな作業になるんですけども、やっぱりこういった作業って誰でもできる分、単価が低くなってるんですよね。そこからもう一歩レベルアップをしたいとか、もうちょっと副業で稼ぎたいと思った時っていうのは、やっぱり自分がスキルアップしないと厳しいんじゃないかなと僕は思います。なので、先ほど紹介した、スキルを身につけることで、報酬1ヶ月とかで見ると、報酬の金額っていうのが2倍、3倍、10倍と上がっていくんじゃないかなと思います。で、普段はそういったアンケートとか記事作成をしてて、ちょっとだけ今月はいっぱい稼ぎたいなという時だけに、そういったスキルを使った、作業をするっていうのも一つなんじゃないかなと思います。はい。で、次に、副業の中で、狙い目というか、そのスキルアップをしたらできる仕事なんですけども、具体的に言うとこんな感じです。まず最初、Photoshop を身につけたら、画像加工系ですね。画像編集系というのをやってみるといいと思います。サイトでそういった画像加工とか画像編集で検索して見るといっぱい出てくると思うんですけども、例えば写真をきれいにするであったりとか、あとは商品のバナーと呼ばれる、こういった何て言うんですかね、広告用の画像を作ったりだとか、最近はネットショップとか EC サイトを運営している会社がすごく多くて、そういった仕事を外注さんに投げている会社が多いので、結構仕事量はあるんじゃないかなと思います。で、この画像編集の次が HTML、CSS を覚えると LP 作成と呼ばれるランディングページですね。商品の紹介ページを仕事にできることになるんですけども、これになると単価が一気に3万円とか5万円とかになってくるので、個人的にはこの LP 作成がめちゃめちゃおすすめですね。はい。で、もしくはイラストを描くのが得意という方であれば、イラストレーターというツールがあるんですけども、それを身につけると、クラウドソーシングサイトですね、ロゴの作成という仕事が定期的にずっとあります。例えばショップのロゴを作ってくださいとか、サービスのロゴを作ってくださいっていうのがあるんですが、それに、投稿するといいますか、応募して採用されると1件あたり3万円とか5万円という報酬が受け取れるようになってます。ちょっと競合は多いんですけども、自分にその自信があるのであれば、ぜひそちらもチャレンジしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。で、次ですね、Photoshop、HTML と身につけてくると、その次、可能であればWordPressという、ウェブサイトを簡単に構築するツールというのがあるんですが、それを身につけるといいんじゃないかなと思います。それができると、ウェブサイトの修正とか、あとは新規構築というのを請け負えるようになりまして、サイト構築って、結構金額はもうバラなんですけども、5万円から30万円ぐらいとか、結構高額なものがあるので、それをやってみる、っていうのがいいんじゃないかなと思います。あとはこういったウェブサイト系って定期的に更新をするので、その更新料をもらって更新作業を請け負うというものもあります。これも副業としてはめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。本業でやるにはちょっとその金額的に物足りないんですけども、月10万円とか、それをもらえるんであれば受けれますよという方であれば積極的にチャレンジするのがいいんじゃないかなと思います。で、ここまででもう副業のレベル、例えば月10万円とか、20万円ぐらい弱ぐらいだったらもう全然いけると思うんですけども、仮にその在宅でもっと稼ぎてみたいとかいう方であれば、やはりプログラミングを覚えるのが一番手っ取り早いんじゃないかなと思います。例えば PHP と呼ばれるプログラミング言語を覚えると、クラウドソーシングサイトでツール作成って検索していただくと結構出てくると思うんですね。なんか業務効率化ツールとかデータ取得ツールとかですね、そういったものが作れるようになるので、やはりプログラムになってくると単価が5万円とか10万円とかになってきてくるものが多いので、そういったところを狙いに行くのがいいんじゃないかなと思います。はい。で、この流れでスキルアップと、仕事を狙っていけば十分副業として稼いでいけることはできると思うんですけども、実際にじゃあ副業のサイト登録して仕事を受けていく時ですね、受ける時のポイントとして、自分の経験で良かったなと思うものは基本的に仕事の発注者ですね、皆さんはおそらく仕事受け手側になると思うんですけど、発注者の作りたいものを作ってあげるということに専念した方がいいと思います。自分にスキルがあると自分のデザインとか自分のセンスを押してしまいがちなんですけども、やはり作り手側は何が作りたくて依頼してるので、それをちゃんと聞き取ってその通りに作ってあげることが非常に重要だと僕は感じました。そのためにも例えば仕事が始まったら、電話とかチャットでも全然いいと思うんですけど、どういったサイトが好きですかとか、どういったサイトのようにしたいですかとか、あとはどんな色味を使いたいですかとか、最初からこっちが全部想像して作ってしまうと、作った後にこれはちょっと違うよみたいな感じ、修正がめっちゃくるんですよね。結果的にそれを直してたらめっちゃ時間食って割に合わないわってなってしまうので、一番最初にちゃんと相手の作りたいものを聞いて作るというのがすごい重要になるかなと思います。これは提案の時も一緒で、相手が掲載している依頼文に対して的確にこういうものが欲しいんですよね、こういうことができますというふうに返事してあげると、例えば相手がライバルが10人ぐらいいたとしても全然突破することはできるので、そこは結構重要視した方がいいんじゃないかなと思います。で、その相手に満足してもらうっていうのは非常に重要というのがあるんですけども、そのもう一つの理由っていうのが、副業とか在宅で仕事をしていく時ってやはりその仕事なんで、そのお客さんとの関係性っていうのはめちゃめちゃ、ネットであっても重要だと思うんですね。例えば一回仕事をきっちりして、満足してもらうと次の仕事とか、あとは知り合いの人の仕事を紹介してくれたりもします。でめっちゃいいお客さん、いいお客さんの定義は難しいんですけど、新しいお仕事をくれる人であったり、あとはその安定したちゃんと割に合う報酬を支払ってくれるお客さんって結構もう常に誰かを抱えてる状態なんですね、専属の外注さんを。なんであまりネット上にそういった仕事を掲載してこないことが多いので、もし見つかったら、確実に、その人を満足させてあげて、その後も継続して仕事がもらえるように、進めるとすごい後々、美味しい結果になるんじゃないかなと思います。はい、今回はですね、副業に活かせるスキルと、攻めるポイントと、受ける時の、コツであったり、あとは、継続の重要性というのを紹介しました。いかがだったでしょうか。今回の動画は以上となります。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。本日で勉強したい人向けにメール講座を作ったんで、使い倒してください。ではまた次回の動画